どうもピアキングです。今日はこの講師やっていきます。シェルシェルシェルかっこレース、コーラコーラコーラということですね。ってことはこのコース、亀の甲羅が主流となったコースなんじゃないんでしょうか。で、説明文に Can you beetle your way to victory? って書いてるんですよ。これを訳すと、あなたは勝利をつかみ取れますかっていうことなんですよ。一つだけ言っておく、この動画を出してるってことはつかみ取ってんだよ。ネタバレすんな。いや、わかんないもんな、ゴールできませんっていう動画になるかもしんないもんな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.82%。 そういや私、明日東京に行くんですけど、というのも品川で明後日オフ会をするんですよ。で、この制作者さん、アメリカの方なんだけど、仲良くさせてもらってるんですよね。だからアメリカから来ましたとかなんだよ。東京までわざわざさ、そんなわけねえだろ。あー、僕をどこに連れて行く気ない。開幕落ちる。一番心配なのが台風17号と18号なんですよ。これ撮ってるのが10月1日だから、まだ軌道が読めてない状態なんですよ。お前も読めねえよ。仮に行けたとするやん、で当日ぶち当たって会場に誰もいませんよっていう可能性もあるもんな。ダメ。もう一個問題点があるんですよ。無事に開催できたとしようか、でもね、帰れませんみたいな状況になるかもしんないんだよな。お前は帰れ。マジで今日亀の甲羅ばっかりのコースじゃん。っていうかトゲソウばっかりのコースじゃん。そんなにね、トゲソウを僕に当ててしまったらレパートリーもなくなってしまいますよ。ここはかぶって上に行けばいいのか。いいな、僕はここで投げてみる。トゲピュー。かぶって上にも行けそうなんだよな。でも投げることが正解だと思いますよ。そうして上に行きます。これで合ってんじゃない。それやめて。一旦かぶって上に行ってみていいかな。これでも行けそうな気する。あ、これが合ってんのか。で、オンオフを変えますみたいな。うん、変われよ。なんで変わんねんだよ。さっき変わったやんか。やっぱりこれ投げなきゃいけないと思う。投げた後に進んでオンオフが変わるんだけど、このオンオフを一回変えなきゃいけないみたいな。ここで滑ってこういう風に行ってみようか。いけるいける。絶対違うと思う。何かちゃんとしたやり方があると思うね。さあ、ここで頭パッカーン。ゴリラまだこれで行こうとしてる。だってこれで行けたんだもん。じゃあずっとそれで行くのが正解だよな。このオープンは何も出ないのね。じゃあドアに入っていきますよっと。次はワンナップがあるけど、このワンナップは取れないと思うね。右にジャンプしていいの？何も落ちてこない？大丈夫だね。今度は僕この場所から動けない。ゴートゥーヘルメット。もう襲ってくんなよメット。だいたいあなたは何をイメージして作られたの？いや、ヘルメットだと思わない？で、このクパクラは何を作るの？もう何がされる未来しか見えない。クパクラ待って、クパクラ。なんで乗れないんだよ。あのクパクラ乗れないの？いや、そんなことはないよな。早めに行っちゃってみようか。早めだったら乗れる。バーと重なっちゃったから乗れないとか、そんなんだったんかな。で、四角の枠は何もない。で、このメットは何をしてくる？鼻くそ飛ばしてんじゃねー。ここだ、ここだったら大丈夫。メットに当たることはない。そうだろう。うん、ブラバちゃんいい子だね。ゴミ箱に捨てれる人なんだね。ならここは何か出てくる。おっと、危ないね。そんなことがわからない僕だとでも思っているのかい。じゃあブラバが出たら土管に入っていこうか。次はどんなカメが襲ってくるんだ。中間バカ者。いい加減にしなさい、ジュリエット。そうやってマリオを何度傷つければ気が済むの。ジュリエット。カットせ。ジュリエット、僕はもうボロボロだよ。たまには一発で告白を受け入れてよ。ナイス。じゃあここはめ誰ボロボロになるぜ。とか何とか言ってますけど、僕はやられるたびにメンタルが回復するんだ。バーあ、これ急いで行けるんじゃない？だから降りた瞬間右ダッシュ。ダメだ、このコースは急いで進ませてくれないらしい。ならメットが落ちた瞬間右ダッシュしてみようか。これで大丈夫。このハテナはトゲゾーか。じゃあこのトゲピーを持って、ハテナブロックはピースイッチって書いてるね。信用してみる。頼むシェイドキティさん。なんで好きシェイドキティさん。というとでも思ったか。そういや、さっき迷惑メールが来てたんですよ。で、その迷惑メールの内容が、オス、オラ、ルフィって。どっちだって思わない？で、リンクがあったんだけど、もちろんリンクは飛んでないですよ。で、そのメールの続きに、オラ、ワクワクするって書いてあるのさ。何この迷惑メールみたいな。うわぁ、こっち絶対ダメなやつじゃん。さあ、動画に入っていこうか。意味わかんねえ。迷惑メールを話してたらこんな感じになりましたよ。何これ、知りたいけ？あー、なるほどね。あのオンオフをしてパワーブロックを叩けばいいのかな。だからこの辺か。オープン。
一番左、うわ、オープンブロックが一番左の時はダメだ。なら一番左に行くちょっと手前で投げれば大丈夫なんだよ。ちょっと見ててよ。だからこの辺だと思うよ。ここ、うますぎ。あと1回、あと1回だから、もうちょっと早くしなくちゃいけないね。さっきより一番左の手前、ここでどうかな。うわー、もうちょっとか。いやでもこれめっちゃ面白いね。にミニゲーム、ミニゲームゲーム、ミニ何言ってんだよ。ミニゲーム要素があってすごく面白いと思います。さあここでパワーブロックが叩けた。こっから何が起きるかと思ったら、え、このトゲソウに当たれってか。むずくね。頼むって、トゲソウ当たらせて、この辺に置いとけ。よしよしよし、お前ベッド邪魔すんだって。もうこれ無理。当たる、当たって右に行く。でここに寄っちゃけば、シャー、死に耐久ベンチを食べるな。いや今の耐久面白かったな。あんなミニゲーム要素のある耐久だったら大歓迎ですよ。でももう持ってくんなよ。いやこれ絶対引っかかる。こんなにね殺伐としてたら絶対引っかかる予感しかしないのよ。ならこのハテナを叩いてオンオフか。長くれよ。はい。そんなわかるか。早いの好きだな、この制作者さん。でもそっちの方がこっちもリアクションが取りやすいというもんですよ。あの50コインの方はいかねえよ。ならこのブロックはコインか。あのハテナブロックは何なんだろうな。いやこれ叩けるダッシュジャンプしても、うん、届かないよな。なら下に降りていきます。で土管は坂だ。右下鍵あるよね。あれ取れんのかな。でも魚が襲ってきて当たっちゃいそうだから土管に入っていこうか。で次はオンオフか。面白いよ。ガシガシね。絶対こいつ連れて行かれるだろう。右につてがあるな。引っかかってやるわけにはいかねえ。上を進歩で伝えに捕まれ。ほんと楽しいこの人のコース。動画を見る人も見やすいでしょコース的にさ。ならどんどん上に行っちゃおうか。うん、鍵がいるじゃねえか。そういうことは早く言え。うん、なに、あ、これ正解みたいだ。なんだお前、この鍵のところに床があるんじゃない。あー、やられてないね。なるほど、ここに床があるのか。やめろ。右からジャンプして隠しブロックを叩かないようにする。でこっから罠変わってんのかな。オンオフ、あ、いや変わってなさそうだね。だからここも上を尻尾で。どこだよそれ。そんなところに鍵道があるなんて聞いてねえよ。また死にたいけ。いい加減にさ、タイミングよく行こう。クパクラを越えてから上。オッケーオッケー。さあこの鍵扉の先には何があるんだい。中間ポイントかい。ジュリエット顔を見せてくれたね、やっと。ジュリエット取れるのかい。やったしゃっ。さあどんどん進んでいこうか。でこの土管に、土管に入れませんね。あ、わかった、これ下に降りればいいんじゃない。多分そういう感じだと思いますよ。ほらほら、でゴールがありますと。ゴールじゃねえんだよ。え、そっちに行けばよかったの。じゃあこっちは何、もしかして中間ポイント位置戻すとかやめてよ。中間ポイント位置、おわピティ、ピティって何なんだろうね。フィフティフィフティかな、2分の1、うん、どっちにしようか。じゃあ左、こっちに当てて頼む。中間ポイント位置だけは。なんだよそれ、結局こっちに連れて行かれるんじゃないか。本当に中間位置の方が、やめて、頼む神様、僕を見捨てないで。中間取った後すぐこんなことするんだから。じゃあ中間取りの、こっから右に降りればいいんだよな。オンオフしたらダメだよな。降りたらゴールできるみたいだ。あー、話が違うじゃねえか。シェイドキティさんよ、そこらくっちゃな。それでこそ我がライバルはもう終わったよ。何あいつ。なんかずっと待っちゃったらさ、黒い影ができててめっちゃキモいんだけど。じゃあ土管に入っていこうか。ハローキティさん、ハローキティじゃない、シェイドキティさん、僕はもう疲れましたよ。そろそろゴールを見せてくれてもいいじゃないですか。落としていいのかい。ガシャーじゃねえんだよ。かぶせるのがうまいんだから。ならジャンプして避けようか。で下にツタがあるね、捕まっていいのかな。あのさ、ずっと前から思ってることがあるんだけど、ツタに捕まるって言いにくいと思わない。チタに捕まるとかだったら言いやすいと思うんだけど。言えてねえんだよ。おい、またカシャーしたぞ。大丈夫。全部ぶっ壊しまったけど。いやでも待てよ、カシャーしないとこの先に進めない。でこのハテナブロックは特に何もない。下に降りていいの。ちょっ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 ちょ、大丈夫じゃん。ハテナを叩いたから行けなかったのかな。ならばすぐ下に降りていこうけ。さよならベッド。で P スイッチが降ってきたね。こいつはこれ持てんのかな。ブーじゃねえんだよ。すごいわこのコース、自然とリアクションを取らせてくれるね。
で、上は？上は行けそうにない。で、下なんかあったっけ？床ある？床あるね。で、私がね、こんなコースをやるとマリオの動画じゃなくなるのよ。もうホラーなのよ。姫ばっか開けちゃってさ、やべえ、オープンブロック踏んだけど大丈夫？なんか出てきたね。クモちゃん、クモちゃん一緒に行こうね。ここはやべえ、いらんことしまった。クモの時間がなくなっちゃう。間に合うかな？間に合うね。さあ土管に入っていこうか。でさ、結局あっちに戻されると思うんだよな。で、このメットを投げてすぐ上に逃げる。これで俺のバカ。なんて癒される音楽なんでしょうかね。でも全部僕の声のせいで台無しになっちゃってんだよな、いつも。あ、これでオンオフが変わんのか。じゃあこれでさっきの場所に戻れるみたいな。下に行っちゃっていい？決まれた。オフ会に来るとかいう人たちどうかしてるぜ。こんなやつに会いたい。あー、でもありがとう。もういいだろう、制作者、あのゴールまで戻してくれ。私にそんなオアシスを与えたまえ。そんな夢も見ちゃいけないっていうのかい。私の目を見てごらん。童心のような美しい目をしているだろう。そんな僕に希望を。希望は絶望しかねえよ。今日うるさくね。いや、いつものことだとは思うんだけど、いつもよりうるさいような気がする。さあ、ここで爆発しの、あ、これで左上の土管に戻れるっていう感じなんじゃない。さあゴールじゃろ。さあゴールじゃろってなんだ。ゴールを僕にくれ。この動く良さが。すいませんね、歓喜は待ってゴールじゃろとかいう時代を感じるような喋り方になってしまいました。じゃあここで上を進化すれば大丈夫。そうだろ。でゴールはゴールできる。やだいや、この方にしては珍しくバグとかなかったんですけど、すげえ楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、リミット TA。 このコースはですね、サムネは全部ブロックで埋まってるんですけど、どんなコースか分かりません。というのも詳しく見るとかで僕も全く見てないんですよ。だからどんなコースが来るかは僕も楽しみですね。で、説明文に知識とテクニックのコースです、少しだけ時間に余裕がありって書いてるんですよね。まあ最速が7秒だから短いコースだとは思うんですよ。でも知識がないとクリアできないみたいな面白そうなコースじゃないか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.58%。 うわ、どうする、開幕ブラパが100体ぐらい降ってきたら。まあそれはそれで面白そうなんですけど、さあ始まったと思ったらすげえシンプルじゃない。え、このノコノコとピンクコインと音符があるだけ。蹴ってみたら、え、なにこれ。え、なんもないの。時間もねえじゃん。待て待て待てくれ、このノコノコを蹴る以外に道はないんだよな。ないで鍵や手に入れれて隠しブロックがあるみたいな、この辺ない。なんだこのコース。どうする、やめる。だってわかんないんだもん。ノコノコを蹴るっていうのが間違いなのかもしんない。この音符を踏んでみようか。なんか出てきたね。でどうすんだ。ちょっともっかいよく見ておこうか、何が出てきてるか。いや、見えねえ、意味わからんて。やばい、過去最高に難しい一発マリオかもしんない。鍵を取っても意味ないんだよな。で、音符を踏んだらダメでしょ。で、ノコノコを蹴ってもダメでしょ。あれ、なんかピースイッチ出てきたね。で、このピースイッチ踏むと、はいはい、進み方を見つけたぞ。もしかしてこのピンクコインを先に取っておかないとピースイッチが出ないみたいな感じなのかな。で、ピースイッチを踏ませろ、時間がねえんだ。残り3秒、3秒もあったらいけるんじゃねえの。どこにだよ。最初のピースイッチをいかに早く踏めるかが大事だと思う。ピーちゃんしながら上に行こうか。ここお前ブロック邪魔すんなよ、今のはないでしょ。ブロックブロック、早すぎてもダメなんね。ならピースイッチを踏んで音符でジャンプしようか。それだったら全然いけちゃうんですね。さあ、こんだけ時間があればもう次はクリアできると思いますよ。これはマジでナイスアイデアのコースだったね。本当に楽しませていただきました。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。